こんにちは、競馬予想家の太郎です。この動画では、騎手の取説の特別編ということで、竹豊騎士ですね。竹豊騎士について、前後編に分けて取り上げております。竹豊騎士まあ、具体的に、こう、天才と言われるんだけど、まあ、どういったところがすごいのかというのを前回の動画で解説してまいりました。まあ、具体的なちょっと、こう、ポイントなどもご説明したので、ぜひそちらもご覧いただいた上で、こちらもご覧いただければと思うんですけども、今回、後編ですね。 もっとじゃあどこで買うか、どういう馬を狙うかというのをご説明していきたいと思います。というわけでですね、早速マストバイ条件、これ見つけたら買いだという条件を竹とか騎馬ですね、こちらになります。はい、距離延長ですね。距離延長ってま何かって話なんですけど、前回よりも距離が伸びた馬を買うということです。これねなどういうまあ意図というか意味があるかということなんですけど、そもそもですよ競馬って 距離短縮馬が有利なんですよこれはもうずっと続いている、まあ、競馬の基本の木というか距離が伸びた馬と距離が縮んだ馬だったら距離が縮んだ馬の方が構想確率が高いそして期待値も高いっていうのがまあ基本的な競馬の構造。ところがですよところが武豊騎手は前回から距離が伸びた方が変える距離が伸びた方が走るこれはねすごいことなんですよ。全体の傾向を覆していると。 なのでね、その例を早速見ていただきたいと思うんですけれども、これね最近の例になります。千円プラチナという間に騎乗して、えー、勝ちました。ドゥラメンテカップですね。さつき賞当日のレースをご覧いただきたいと思います。えー、この千円プラチナですね。黄色い帽子の5枠8番。今、まあこれねスタート上手な竹田の騎手というのも前編でご説明したんですけれども、すっとスタートを決めて鼻を奪います。 ここら辺ね、まあ、見ていただくと分かると思うんですけどやっぱりね武豊樹氏が乗った馬ってこうすごくね気分よく走るんですよ。まあ、これね後続の馬今いろいろこうね馬群についていってますけれどもこのあとまた画面が切り替わった時にねちょっとこうかかるのを抑えたりとかまあ、こう後方の馬なんですけども。 先頭に戻りましたこの黄色い帽子の武豊棋士のセイウン・プラツナ非常に気分よくねまあこう行きすぎずかといってこう抑えすぎていないという、まあ、この、ね、画面からも伝わってくると思うんですけども非常に気分のいい逃げです、えー、今淡々とね自分のペースここね見てる方はもっとこう仕掛けろよって絡んでいきよってよくねレース終わった後そういう,こうコメント解雇も見るんですけどもいやこれね絡んでいくとまたそこで絶妙にこう足を こう、すっとこう上げていくんで、やっぱりその上手さっていうのは武豊騎手の特別なものだと思うんですよね。今、三四馬身、少しこうリードを広げています。で、この千円プラチナっていう、まあ逃げ切りなんですけれども、ミッキーアイルサンクなんですよ。ミッキーアイルの子供ってね、基本的に短距離が多くて、この千円プラチナも小回りの千八とかで、こう構想していた馬なんですよね。で、今回初めて竹豊騎手が騎乗をして。 2500まで距離を伸ばしたとでもまあ一般的にやっぱこう距離実績ないんで不安武豊騎手が騎乗したにもかかわらず単勝は21.8倍だったんですよ。まあ、それだけやっぱ距離どうなのって思われていた状況でこうね今34コーナー入ってきましたけれども後続が少しずつ差を詰めてきたところで武豊騎手ちょっとね道中でうまくまあ逃げつつも足をためる、まあ、気分よく走らせるという技術ですよね。 で後続迫ってきました、これね、見てると、ああ、ちょっと捕まるのかな、距離実績ないし、ここでバテたのかなと思うんですけども、やっぱりね、道中でうまく走らせているからこそ、直線でもう一伸びするんですよね、これ、止まりそうで止まらない、むしろ追いかけた組が足が上がってしまって、最後、もう余力十分ですよね、詰められてはいるんですけども、危なげなく逃げ切りと。 まあ逃げも追い込みもね同じように気分よく走らせるということにおいては一緒だっていうこともお話ししたんですけどもこれは逃げ馬で足を溜めているというかまあそういう武豊騎士の素晴らしさが詰まった一戦だったと思います。それではですねもう一つ今度は逃げではなくて追い込みの例として見ていただきたいんですけども。 こちらはスイープフィートで制したチューリップショ賞ですね。これはね距離延長というわけではないんですけども、ちょっとまあこの例を分かりやすくするために見ていただきたいと思います。えー、3枠6番ですね。赤い帽子、ちょっと今出遅れてこう。3番手の赤い帽子赤い勝負服3枠6番が武豊騎士のスイープフィートです。この時ね、初騎乗だったんですけれども。 じっくり現在後方の3番手を追想していますでねあの逃げ馬も、まあ、追い込みも同じようにやっぱり気分よく走らせるという,こう共通点があるというお話をしたんですけどもこのねスイープフィートを見ていただくと分かるんですけども出遅れてね まあこう出遅れると通常ちょっとこう位置を取り返したくなるんですけれども、まあそれをせず今こうねあまりねこうバグに入らず気分よく走らせているのがわかると思います。馬の邪魔をせずに走らせるというその竹豊隆司のスタイルというのが非常によく伝わってきますよね。でここでもこううちも悪くないし馬群に入れたくなるところなんですけれども一り後ろですしね。でもここはやっぱり気分よく走らせると今大外をまって で伸びてくる3枠6番の馬ですよね。こちらがスイープヒートです。今一番外ですね。こっから伸びてきます。鋭くね。一気にこう加速をしてきます。これやっぱね。前半足を貯めているからこそ、この足を使えるんですよね。もうこの伸びちょっとこれね。レース後最後足上がってたって、あのおっしゃってたんですけど、やっぱりちょっとこう。仕掛け早めに動いたんで最後足止まってるんですけどもまあ、それでもやっぱりね。最高に足を貯めて伸びきって差し切りがちと。 おそらくねこのあと順調ならこの動画が公開された後にオークスをね使ってくると思うんですけどもオークスは 800m の距離延長になるんですけどもこれはね買いだと思うんですよねあの一番人気になることはないと思うんですけども距離もちょっとこういろいろ言われると思うんですけども武井高棋のパターンとしてはこのオークスのスイープヒートというのは、まあ、狙っていいんじゃないかなとちょっとまあ余談というか付け加えておきます。というわけでですねまあその他 ちょっと狙いどころプラスアルファ見ていきたいと思います。まあね、もう一番手の強さ。これはね、まあ、重賞での強さっていうのはやっぱり未だにありますよね。まあ勝力歴インタビューもよく見ますけれども、特にね、牝馬で騎乗した重賞、これがね成績がいいですね。直近3年でね、あの重傷を勝ってる2021年以降で重賞半分以上牝馬です。 まあこれね偶然ではなくてやっぱ牝馬って結構繊細だったりあと決め手を使えたりまあ先ほどのスイープフィートもそうですけどもするのでやっぱそういったタイプと竹田騎手特に現在の竹田騎手っていうのは非常に合ってると、まあ、ちょっと付け加えると現在のっていうねこれあの今55歳ですけどもやっぱりよりこう年を重ねていくと技術っていうのがパワーよりも技術が優れてくるで技術によってこう足を貯めるっていう部分がよりまあ 持ち味を生かせるようになっているので牝馬での活躍が目立つということですよね。で重症での決め打ちこれはね石風の例なんかを見ても分かるとおりあの重症で人気薄の場合ですね特にそういった時にも思い切って貯める競馬をするというケースが結構あるんですよね。それがはまると、まあ、石風いい例ですけれども他にもねループ・リュフォールであるとかそういった人気薄の差し湯まで穴を開けるケースが、まあ、増えていると。これもちょっと警戒したいですね昔は人気薄で 変えるということがなかったので、そもそも。あとですね、まあ相性の見極め。これはちょっと貧馬と被るんですけれども、やっぱり竹豊騎手、ずぶい馬をこうガシガシ動かすというようなタイプではないので、やっぱりその竹豊騎手に合った馬、決め手のある馬とか、あるいはちょっとこう、 気分よく走らせたら、まあ逃げちゃったらいいような馬とかはやっぱり合いますよね。そこら辺を見極める必要はあると思います。馬群三角っていうのは、内枠を引いて、馬群をさばいてこそ持ち味が生きるというか、まあそういった馬の場合は、竹たけしかどちらかといえばこう、無理に馬群をつくような競馬はしないので、そこら辺はちょっと頭に入れておくと、この相性の見極めというか、まあどういった馬が合うのかっていうのにもこう、つながるかなと思います。まあ距離を持たせる。これはまあ、 何度もね、お伝えしてるんですけど、やっぱこの技術は一番、エアスピネルっていうまでね、喫下症三着した、このレースなんかはね、正直、多分、エアスピネルってその後、ムーア騎士が騎乗したりもしてるんですけども、やっぱりエアスピネルを3000メートル持たせられるジョッキーって、多分、世界見てもタ豊騎士ぐらいしかいないんじゃないですかね。これ最終的にダート専用の馬になってましたからね。まあそういう馬でも、こう走らせることができるっていうのは、分かっていると、買いどころまあこうね、 見極めるのにも十分使えると思います。というわけでですね、今回は特別編ということで、前後半にわたって、2回にわたってですね、竹豊騎手の、まあ、買いどころ、そしてね、狙いどころ、天才って言われるけれども、そこを具体的にじゃあどこら辺がすごいのかっていうところを見てまいりました。まあ、まだまだね、あの、現役、 今後も続けられると思うので、ぜひここら辺頭に入れて馬券、予想を買う際には活かしていただければと思います。次回以降もね、また様々な機種を取り上げてまいりますので、ぜひチャンネル登録等々していただければと思います。えー、今回はご視聴ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。